皆さんこんにちは。こんにちは。本日は ありがとうございます。ありがとうございます。本日は皆様東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます桃井美鈴と桑原萌子です。よろしくお願いします。東京タワー TV は毎週土曜日、日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブあり、トークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間、合計3時間番組となっております。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りします。まずは東京タワーからお知らせです。毎年恒例、東京タワーの真下で美味しいハイボールが楽しめる屋外ガーデン、東京タワーハイボールガーデンを9月27日日曜日まで期間限定でオープンしています。場所は東京タワー1階正面玄関前。営業時間は平日が午後4時から夜10時30分まで、土曜日曜祝日がお昼1時から夜10時30分までとなっております。今年の目玉はメガ角ハイボール。角ハイボールの倍の大きさですが、値段は780円とお手頃価格です。フードメニューも充実し、ここでしか食べられないメニューが盛りだくさんです。ライトアップされた東京タワーの真下という最高のシチュエーションで爽快感あふれるハイボールをぜひご堪能ください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。はい、それでは早速この後登場する虹のコンキスタドールをご紹介します。虹のコンキスタドールは次世代クリエイターアイドルを育成するつくどるプロジェクトから生まれた、ドキドキやワクワクを作り出していくアイドルユニットです。先月にはダブル A 面のセカンドシングル、やるっきゃない215ブランニューハッピーデイズをリリースされました。なお本日のライブは撮影禁止となっておりますので、皆様ご協力をお願いいたします。また後ろの方ですが、一般のお客様が通られますので、皆様一歩前に詰めてお楽しみいただければと思います。それではご登場していただきましょう。虹のコンキスタドールの皆さんです。どうぞ。やるっきゃない215。やるっきゃない215。Ladies and gentlemen、 そろそろ外へ出ませんか。一歩は怖いもの、なんだかピクピクおじけづいちゃうね。いろんな言い訳考えて、それでも心はうずいているんだ。だけどやっぱりインドア派だし、外に出るにも気合がいるんですよ。日焼け NG だし、直射日光とかちょっと寒いすぎるよね。決めて勇気を出して始めましょう。 Let's
失敗はごまかせ具合か、はい、頭に持って動かさ、足を動かして体を動かさ、あっちこっち自分を倒して夢の中で一心月歩、欲しいものがないなら作ろう、ゼロから1を生み出そう、 DIY さ、みんなが輝き出した合言葉、君の知らない楽しいことが世界中に溢れてる、どうやって違う涙とかしてみたいな、きっとこの世はバカだ、それぞれ以上が割り出した時だけのさ、エンジン全開モアダッシュ、何言われたって気にしない、どうどう弱音なんて吐かないと決めたんだ、何もなかったです。何こと長田みなりです。
笑いの沸点めちゃ低い二次校の天使、中学3年生の14歳、かりんこと又場かりんです。かりん、はい、みんなも一緒に歌ってね、いっせーのせ、大きな栗の木の下、ひよりです。東京都出身のギター大好き17歳、ひよりんって呼んでください。ひよりん、マイクラをみんなに伝えるふわふわガール、東京都出身18歳、萌えちゃんこと鶴井萌えです。せーの、萌えちゃん。はい、私自己紹介で言った通り福岡県出身で博多での出身なんですけど、実は今日東京タワー登るの初めてなんですよ。おー、すごい。となんか333メートルって、いやすごいなと思って、福岡にも福岡タワーってあるんですけど234メートルしかなくて、登れるのは真ん中の123メートルまでなんですよ。だからすごい今日絶景をワクワクしてきたんですけど、まあ、こんな感じなんでちょっとどん天なんですけど、ちょっと今日はどん天でも虹見てくれますか。虹校の虹見てくれますか。ありがとうございます。それでは次の曲聴いてください。Love makes me run。よそ見をしていたら今すぐに別の場所行っちゃうかもね。それでもいいのかな、本当に君は鈍感。私の元に早くおいでよ。そんなことは言わないけども、早くしないと誰かのものになっちゃうかも。今の君だと不満ばかりよ。少しくらいときめかせてよ。私のことを見続けるなら好きになってあげていいよ。違いも気づかなきゃダメよ。これくらい分からなきゃまだまだダメね。綺麗に飾った姉妹の衣装で誰も見ないほっとかない君のアイドル。私の元に早く来なさい。少しくらい楽しませてよ。おしゃれに決めてきたかったのに、もっと褒めてよ。私のことは大好きならば好きになってあげていいよ。ねえ恋をしたいの、そなら振り向かせてよ。私が満足するドキドキなことやワクワクなことも、ねえ恋がしたいの、脇目も振らずに私だけほっとかないあなたになって、綺麗に飾って最高に決めて、誰も見ないほっとかない君のアイドル。私の元に早くおいでよ。そんなことは言わないけどね、早くしないと誰かのものになっちゃうかもね。本当今の君だと不満ばかりよ。少しく
私のことを見続けるなら好きになってあげていいよ。ねえ恋をしたいけど何か足りなすぎる。私がいる時にはドキドキさせてよ、ワクワクさせてよ。ねえ恋がしたいのよ、まだまだ足りないの。君の想いはすぐにこの指に止まれ。私が一番だって
だし、ねえ神様どうしたらいいの？私どうしたいの？ヘルプミー。なんか変だ、愛に国境も都市も性別も関係ないけど所属している遊びシステムからですね、の新レーベルからデビューじゃないです、嘘です、サードシングルをリリースすることが決定しました。イエーイ、イエーイ、やったね、やったね、やった。そんなサードシングルから今日はドンテンですけど、ニジコンと一緒にアッパーなサマーチューンを奏でましょう。イエーイ。あれ晴れてきてない、晴れてきてない、あ、そう、晴れてきてない、すっごい暑くない？暑い、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 夏だな。じゃあ、虹コント暑くなりましょう。さあ、宇宙天様、ここまでいいのだ。
郵便局からね SPX 券です。オリジナルクラブのチャンス。さあ席へないで様、答え探すエンドレス。連絡私だけのキャラ、つなぎ止めてたいよ。思い出には早いな。123はい、レインボーだけあげて様、急いで下がるポーズ。レインボーじゃメイセスを重な、経験はさより強いのだ。レインボーだけあげて様、急いで下がるポーズ。スケーライトペイン、それも恋だ、精神を胸張っていいのだ。全部夢でもいいのだ。いただいた曲は私たちが8月25日に発売するサードシングル、ザ・有頂天様でした。はい、さっき私たちが1曲目に歌った曲覚えてますか？やるっきゃない215という曲で、私セリフ部分で絶景に涙とかしてみたいなって言ってるんですよ。で、今日私実はそういう涙できるような絶景をまだ見たことがなくって、飛行機とかでも窓際じゃなかったりしたんで見たことがないんですよ。そうなんですよ。で、今日東京タワー来てね、絶景見れるかなって思ったんですけど、あいにくのね、天気でね、ちょっと見れなかったんですけど、次、最後の曲で皆さんと一緒に絶景を見たいと思います。皆さん準備いいですか？すいません、まだ足りないですね。もう一回、皆さん準備はいいですか？それでは次の曲は最後の曲なのですが、ニジコン一の超絶ハッピーソング聴いてください。ブランニューハッピーデイズ。わちゃ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 、虹子わちゃ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 、 We have a fire。 わちゃ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 、虹子わちゃ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 、 Fire。 You and me も人生さ、可愛いとかバカのワールドマイルド。Yeah, ナイスラボの段階、そりゃいいことばっかじゃつまんないんだよ。そりゃ晴れ渡り、空に虹が出た。いつもの帰り道で、リアルボフレとパイスがいい。叶えるさ、I love you, happy day。 You are the one。 今しかできない最近、水ない、そしてね。
ればお互い寒ざいはすぐ小さい前向けもねばきば近い明日に向けて悲しみさえないないしちゃう I have to get mine 前向けもねばきば私振り返る以上、私たち虹のコンキスタドールでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、もしよければ皆さんもうちょっと一歩下がってもらっても大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。はい、はい、本日も素敵な全力のパフォーマンスを皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もう一度に虹のコンキスタドールさんに大きな拍手をお願いします。はい、というわけで本日あの東京タワーでのライブということでメンバーさんの中には東京タワー初めて登られる方とかもいらっしゃったかと思うんですが、今日のライブはどうでしたか。本当に晴れましたね。晴れました。はい、虹が見えたよね。333メートルで絶景が見れたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、この後はね、星とかも見えちゃって、あ、そう、キラキラになりますよ、きっと。夜になるとね、星がすごく綺麗に夜景が見えたりするので、もしお時間あればちょっと見てていただければと思います。はい、というわけで、あ、そんな素敵なライブパフォーマンスを見せてくださった虹のコンキスドールさん、あの近々のライブの予定とかもしあればぜひ告知をお願いいたします。はい、今虹のコンキスタドールは、はい、あの余化生とか本化生っていう制度があるんですけど、その本化生と余化生が7人ずつに分かれてバトルだという公演を行っていて、それであの勝ったチームにはあの曲と衣装がプレゼントするっていう名目をかけて本気でガチバトルライブをしてるんですよ。それが次が青組が5月20日、赤組っていうのがあって、その次が27日っていう風にライブがあるので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、この熱いねライブを見にぜひ皆さん遊びに行っていただけたらと思います。ということで本日のゲストは虹のコンキスタドールの皆さんでした。本当に今日はありがとうございました。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 この後は19時からアイドルユニットフェイントスターのライブをお届けします。ここまでのお相手は桑原萌子と桃井美鈴でした。